今日は、1年目夏の25日目ですね。もう特に誕生日はないですね。ここが月光クラゲのダンス。ここも別に特に人が集まるだけなんでね。そんなに大したお祭りじゃないです。あ、神宮寺さんもいらっしゃいませ。今日もね、やっていきますよ。明日は晴れ。不機嫌ですね。もうすぐ秋だね。牧場主にとって秋が一番稼げる季節なのは間違いない。新しい種を買えるように今からお金を貯めておこう。もしまだ上路をアップグレードしていないならしておくといいかもしれないよ。なるほど。どうしよう。これじゃないわ。なんだ。なんか今来てたな。動物を飼おう。あ、これ、そうですね。鳥小屋ができましたね。これですね。返しに行こっか、そろそろね。やっていきましょとりあえず、鶏を2匹ぐらい買いに行こうかな。卵がね、欲しいですもんね。手紙が来てますね。わしの膝がまた悪くなってな。手を貸してはいただけないだろうか。唐辛子をすり込むと良くなるんだが、えにく手持ちを切らしてしまった。一つ分けていただけたら大変に感謝する。上司より。唐辛子すり込むんだ。ホット、なんていうの、オンシップだね。あ、水やりできてなかったな、ここ。抜けてる。なってないもんな。ちょっともったいないな。しょうがないね。メロンもね、一箇所ね、ここだ、ちっちゃいやつあるんですよ。なんで、ちょっとメロンの刈り取り、明日まで待ってみますね。もしかしたら巨大なのがもう一回できるかもしれない。よし。じゃあ、まあ、刈り取り。水やりはしなくていいので、今日は刈り取りだけ。たまにね、こういうのありますね。やったつもりでできてなかったっていうのがあります。あ、西洋さんもいらっしゃいませ。なんか痛そう。まあでも、オンシップは唐辛子ですからね、言うたらね。よし。ペールエール溜まってきましたね。ちょっと、明日、もう種そんなに買う必要ないから。今日が25でしょ。6、7、8で1か。あ、微妙だな。小麦がギリギリ植えれるから、小麦、メロンを買って、小麦植えとこうかな、ここ。一日待とうかなと思ったんですけど。昨日は寝落ちした。ああ。 残念ながら、車見れなかったですよね。 別のゲームのね、最終回放送だったんですけど。まあ、だいぶ遅かったんでね。カタツムリ今日も取れてますね。どうしようかな。ちょっと考えるの忘れてたな。季節の変わり目で、耕した畑がね、元に戻っちゃうんですよね。で、それを回避する方法として、何か植えとくといいんですよ。そのためには、夏と秋で育てられる、両方育てられる、小麦を植えとくっていうのが結構ベストなんですね。だから、でも小麦が育つまで4日かかるんで、今日植えると、だから26、7、8で1日なんですよね。どうしようかな。そのことを考えると今日植えといた方がいいので、小麦植えときましょうか。まあ、この辺のホップはね、もうしょうがないので。残しときますけど、こっちがね、もう一回耕すの大変だからね。メロン刈り取っちゃいましょう。よし、大量で。まあ今日植えたら、水やりしなくていいしね、楽だもんね。1個だけ残っちゃうんですよ、これがね。後で
小麦の種を買いに行く。メロンはこれですね。蜂蜜そろそろできてるんちゃう？あ、ここに電池パックが、あ、そっか、あ、電池パックここに吸収されるんだまあじゃあついでにここに入れとこう。蜂蜜も増えましたね。サマースパングル蜂蜜、これもう出荷しちゃいましょうか。メロンどうしようかな。こんなに取っとかなくていいから、あ、唐辛子をじゃあ持っていき、ここあればいいと思うんだけどね。いらんもん出荷しちゃおうか、かさばるからね。スパイスベリー、うん、キノコ、スターフルーツ、ポピー、まあこんなもんかな。こっちはペールエールも出しちゃおうか。お蝶のいっぱいか。これメロン、お金に変えときたいですよね。小麦って1個いくらだったっけ。20ぐらいだったら100個買って2000か。あ、まあまあ大丈夫か。これいいよね。これは1個だけ出、あ、いや、釜に取っとこう。よし、じゃ小麦を買いに行きますね。なんか、え、なんか増えたな。あ、これね、そうそうそう。あ、ついでにあのマニーのとこ行ってこい。今でいいや。はい。物資を買う。あ、先もらっときましょうか。まあにね。よう、よう、何か必要かしら。よいしょ。さあ、ここになぜルイスのパンツがあるかっていうのがね。ね、ひそかに、ね、マーニーは魔性の女なのかもしれないですね。はい、近いうちにな、他の種類の動物も取り扱う予定なの。なるほど。ちょっとニワトリじゃあ買っときましょうか。ニワトリね、800なので、よし、買いましょう。できたんでね、ニワトリ。茶ニワトリなのか。これ選べるんだったっけ、色。白がいいんだけどな、どっちかっていうと。ん？あ、選べるんだ。よしよし、いいぞ。白にしとこう。色統一しといた方がね、いいんです。で、名前をつけないといけないのか。名前はね、ちょっと考えてたんですけど、この放送で、一番最初にね、コメントしてくださった方の名前を順番に家畜につけていこうかなと思ってね、視聴者参加型の、スタディバレー放送をね、目指してますんで。勝手に。なので、今回の放送のね、1個目さん、アイディールさんの、名前を勝手に付けさせていただきます。はい。アイディールさん。2までいけるかな？はい、いけましたね。これで、皆さんね、この同じ世界で過ごすことができる。もしね、ご希望の、動物があればね、それを飼ったときにまた変更はしますんでね、はい。じゃ勝手に付けさせていただきます。よし。まあ、どうしてもっていう方はね、私か。はい、なので皆さん、もしね、この
牧場のね、家畜として飼われたい場合はね、1個目をまず目指してください。 ID 通話すぐに新しいお家に送っておくね。はい、ようこそ。1匹もう1匹ぐらい買っとくかな。まあまあ1匹ずつにしましょうかね、その方がいいかな。さあ、で小麦をね、羨ましい1個目を目指してくださいね。はい、したら、買う、その、こうね、次、次回の放送で、じゃあまたね、もう一匹ニワトリを買いますんでね、次の放送でまた1個目さんになった方は、家畜に名前がつきます。はい。ありがとうございます。勝手につけさせてもらいました。もし本当に、名前バレしたくないとかね、そういう方は言っていただいたら、処分しますんで、ニワトリの方はね。はい。それは言ってくださいね。鉱石を25個持ってきてくれないか。うん。これね、不可能ですよね。今日掘らないといけないんです、確かに。うん。ここだね。あれ、じいさんいる？じいさん。唐辛子。ずいぶん待ったぞ、ふうむ。まあ、唐辛子は申し分ったね。ありがとう。今日言ったばっかりで、早速持ってきた。よし、狙おう。1個目狙おう。同じ人の名前が続いた、同じ人の名前の家畜がどんどん続いていきますんでね。2とか2号とかになるかもしれないですけど。ふん、こういう天気じゃ運動できねえな。よし。ふん。とりあえずね、来週じゃないわ、次回の放送も、ニワトリ1匹購入する予定ですので、はい。自分も1個目ね。そのもし、一応、今回、ID そのままつけさせてもらいました。こういう名前でつけてほしいっていうのがあったら、つけますんでね、その時コメントしていただいたら。あ、さっき、あ、パンツ返してない、パンツ返してない。先行くかね。名前結構ね、家畜の数何匹か増える。ん？いや、見つけてくれたのか。どこにあった？あ、そうか。うむ。こんな顔して、ね、あそこでどうしてそんなところに落ちてたんだか想像もつかないな。うん、もうごまかしてるなこいつ。これは君と私の間の秘密にしてくれ、いいかい。うん、まあまあね、黙っときましょう。話してくれないもんね。蝶々の冷蔵庫だ。ミルクとアイスティーばかり入ってる。目指せコンプリート。ね、まあ勝手に死なないのでね、その点はいいですよね。動物はね、餌やり忘れたとしても死なないので、死んじゃうとちょっとなんかね、扱いが困りますけど、はい、これを渡して、これは出たかな、ジェミニクリスタル、あ、金鉱石助かりますね。D がね、はい。いいかな。で、今日出してもしょうがないしな。次、て、あ、結構もらえるんだ。750。大きいですね。あとこれか。もうちょっとですけどね、120回まででしょ。今、80回まで潜ったので。よし。これを、これが2つ目ですよね。あと2つ出さないといけない。これまた出てなかったか。赤マリンね。なんとなくこの辺に。よし。あとどうしよっかな。この、なんかいらない装備がちょっと多いので、この辺売りに行きましょう。また雷落ちてる。
動物、もし、家畜、飼える家畜の種類は、鶏と、アヒルと、ウサギと、牛、なんだっけ、ヤギと、豚かな。今んとこそんだけかな。あと、まあ、怪獣とかね、なんか他にもあったりしますけど、恐竜だったっけ、あったりしますけどね。もし、何を狙いますか、皆さん。どの動物になりたいか言っといてください。全種類1匹ずつっていうのもね、いいですけど。鍵がかかっている、あ、2時、あ、もうちょっとだね。2時からだった。いきます。こんばんは。こんばんは。まだ早いぞ。もうこの、これ250でしょ。これ450で売れるんだ。もう売っちゃいましょう、これね。これいらないね。馬がいい。あ、馬か。馬はね、申し訳ない。残念ながら、ちょっとね、つける名前もうすでに、決めてあるのでね、それ以外ですね。家畜の方ですね、どっちかっていうと。よいしょ。どうしてもちょっと、あとは、なんていうのかな、リスナーさんにまたがるのもなんかね、ちょっと、申し訳ないなと思うので。今までね、コメントを、なんていうのかな、いただけてない方でもね、その時だけ、こう、のって、なんでもいいですけど、ね、はい、で、こんにちはでもいいんです。コメントいただけたら名前つけますんでね、普段、ロムってる方もね、どしどしコメントしていってください。馬がいい。どうしようかな、今日木曜日でしょ。で、不運なんでそんなにやることないんだよね。次家は5万かかんのか。あ、まあこれまあまたしばらくいいですね。子供部屋だからまた結婚するぐらいになったら考えますか。あと鳥小屋と家畜小屋とアップグレードいくつだったかな。この辺はまだ馬が、あ、馬もでも欲しいですね、早めにね。大型の小屋が1万かかるのか。まだお金貯めないといけないですね。よし、メロンが、今回売ったから、まあ、そのお金が入りますよね。暖かい雨は汚れ落とすのにいいな。喜んでるライナスが。ちょっと一回りしてこっちも見ていこう。なんか発掘品があったりするんでね。まあいいか、ちょっと草買っとくかなんか。ボーボーだな。これいつ開くんだったかな。特に何も落ちてないですね。温泉。どうしよっかな。ハートが高いのは、パムとエミリー・ルイス・マル、シェーン。
まあ全体的にこの辺まだ全然ですね。ドワーフ上がらなかったですね。コミュニケーション取れないとやっぱりまだプレゼントあげても効果ないみたいです。来てますよ。あ、ちっちゃいひよこの ID とかいます。 1ヶ月あかん。 ID 2は、注意深くあちこちを見回っている。新しい世界は不思議なものだ。なるほど。いいよ。餌あげとかないといけないね。よし、こっちどうぞ。今日は、もうちょっと草刈っとくか。ピヨピヨ。雷音嫌い。結構ね、びっくりしますよね。大きいですよね、音はね。木がどんだけ生えてたか。ここに、木材全然ないんですよね。ちょっと木を今日はじゃあ買っとこう。もう一回ぐらいちょっと夏のうちに鉱山に行きたいですね。でできたら90階まで潜れたら、まあぼちぼち鉄じゃないわ、金も手に入ってきますしね。畑も切っとくか。こっちの木よりもあれなんだよね、普通の木材がちょっと足りないから外で買ってくるか。8時、この辺の木ね切っちゃいましょう。家の近くはこの松が多いですよね。よいしょ。いっぱい。あ、スイートピーが。でいいかな。もう一本ぐらい切っとく。木の準備もぼちぼちして、あ、小麦忘れてた忘れてた。ちょっと待って、急げ急げ。確か営業時間拡大するんだよね。のんびりしてたら忘れてた。今思い出したぞ。もうダメですね、全然なんかね、今日はぼんやりしてますね、頭。確か営業時間拡大するんじゃなかったっけ、会員になったらね。違ったかな、ダメかな、開いてないかな、開いてて、あ、ダメだった。あ、11時か。拡大するんじゃなかった、ダメか。小麦手に入らないな、失敗した作戦。失敗だ。しょうがないですね。これは、これね。どう
どうしようかな。そのままにしとくか。せっかくメロン刈り取ったのに。夜が更けてきました。まあ体力は大丈夫ですね。これ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 、こんだっけ。これはこっち入れとこうか。金も、1個できますね。これで延べ棒がこれは売っちゃうし、スイートピー持っとくか。なんでいいね。小麦の種なかったっけ。あ、一個だけあるわ。どうしよっかな。まあ一応買ってきて植えましょうか。2日目に、秋の2日目に刈り取りできるからね。1日遅れますけど、なんとかなるでしょう。さあ、まあ今日は寝ます。よし。おお、すごい。メロン効果。メロンやっぱり稼げますね、結構ね。3万か。まあまあこれで秋の分は大丈夫ですね。よし。はい。あれ、今日も雨なんだ。1年目夏の26日目ですね。一日中晴れ。今日は精霊たちの機嫌がいいみたいです。少しだけ運勢が良くなるでしょう。じゃあちょっと鉱山にね、頑張っていきましょうか。手紙は来てないね。ホップがある、刈り取りしましょう。私も寝ますよ。あ、お疲れ様でした。おやすみなさいですね。あ、俺ができてる。電池パック。よしよし。運んでいいかな。鉱山行きたいけど、やることもあるな、それなりに。樽を作りたいですね、あとね。樽は、鉄と銅を1個ずつ。鉄19あるんだね。よし。ちょっと、ここにね、置いときます。で、電池パックはここに入れとくでしょ。キーは戻して、ジョウロいらないね。釜もいらない。釣り竿もいいですね。斧もいいか。こんだけで、どうしよっかな。種、小麦買っとかないといけないね。急ごうか今日。じゃあちょっと小麦買って鉱山にね、行きましょう。雷いっぱいですね。今日は釣りの、技が絶え間違わないようにってことで、ブルギル4匹釣ったやつに1120か。120、そんな大したお金じゃない。小麦を買いましょう。まあ4万あったらね。あ、まだ早いのか今度は。はい、ちょっと、あれ、なんか営業時間伸びるっていう情報どっかで聞いたような気がするんだけど、全部
あれかな、町おこしプロジェクト全部やり終わったら営業時間伸びるんだったっけ。ちょっと微妙な隙間時間ができてしまう。ね、もう24時間営業にしてくれたらいいのに。を買っとけ。10か。まあ10だったら最悪無駄になってもいいですね。10、108個。まあ、110個買っときましょうか。よし。メロンとかはもういらないし、ひまわり。まあ、あとはいらないですね。まあいいでしょう。よし。ちょっと鉱山にね、また頑張って潜りましょうか。ちょっと装備が心もとないですけどね。まあ、とりあえず死なないようにだけ。死んだらちょっとお金も減っちゃうんで。80回まで行ったんで、これからは、なんていうの、赤いところですよね。溶岩エリアっていうのかな。はい。今日は、まあ、85回まで、とりあえず頑張りましょう。あ、いきなり出た。よし。はい、買っとこうか。あとはもういいかな。よし、行くだろう。どう思われます？あ、ルビーもあるぞ。ちょっと硬いな、これ。あ、コウモリも赤くなるのか、これ。あ、ちょっとダメージでかい、これ。これ厳しいな、なんか前の。あ、出た。ちょっと待って、ちょっと食べとこう。あ、もう危ない危ない。やばい、大きいとダメージが。コウモリが痛い。倒せるか。よし。ちょっと回復。ブドウをまず食べたい。危ない。危険だな、これ。ちょっと待って。ちょっと配置変えとかないと。死んじゃう。キノコをすぐ出せるようにして、使わなくていいものは下にね。持っときましょう。こうしといて、キノコとりあえず満タンにしましょうか。厳しいな、結構。大丈夫かな、死なないでほしいんだけど。あ、金があるね、さすが。ここで、あ、出た。降りちゃうか。ルビー、よしよし。90回まで行った確か強い武器がね、手に入ったと思うんですけど。ちょっと慎重になるべく行きたい。爆弾とかね、ないんだよね。12時。うん。あー、痛いな、もう。コウモリ囲まれるとちょっと怖いですね。よし。大丈夫かな。金があるぞ。よし。よし、いいぞ。あと23。あと、もうワンフロア降りたら、85回ですね。あー、なんか、嫌なのがいる。倒せるの、こいつ。強いな、やっぱり。当たってない。よし、倒した。
倒したな。よしよし、回復回復。キノコはね、もうなくなっても構わないんで。なんか料理作ってこればよかったですね。なんか攻撃力上がりそうなやつ。金はでも手に入りますね、いい感じ。さ、早めにはしごが出てほしい。あっちにいるんだな。こっちに行こう。なかなか出ないな。よし、あー来た。ちょっと待って、やばい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 。これちょっといつでも逃げれるようにしとこう。ここね、もうワンフロアなんだけど、もうワンフロアなんだけど、いけるかいけるか。やばいやばいやばい。まだいけるな、まだいけるな。いた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 。早く晴れて早く晴れて早く晴れて危ない危ない。ちょっと待って。よし、晴れた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 。よし、お、出たな。よし、怖怖すぎるわ、ここ危なすぎるぞ、ほんと。ちょっとまだ準備不足だった。あれだけ倒していくかな。もう今日はもうここで帰っちゃいましょう。ちょ、よく出すと多分死んじゃう気がする。何これ、これ何、お、よし、あとはもうないかな。赤いスライムだけですね。よしよし。この次が厳しいな。この箱も壊しとこうか。あ、洞窟人参いいですね。よし、いっぺん帰るよ、いっぺん帰るよ。怖いなぁ、どうしようかな。あ、なんかブーツ手に入れてる。コンバットブーツ3か。これの方が強かったよね。防御3とも。どうしたらいいかな。武器をもうちょっとなんだけどね。頑張るか。5時でしょ。まあ無理はしないで行きましょうかね、今日はね。慎重に行きましょう。これはもういらないから売っちゃう。はい、攻撃力が 10%、 攻撃速度ね、そんなに大して効果ないもんね。となんかなかったりましょう。で、小麦植えないといけないしね。ここに落ちてできたか。じゃあ、小麦をね植えちゃいましょう。なんか成長早めるやつとかなかったっけ、そういえば。
基本の肥料、高級な肥料を、これ水が増えるだけでしょ。これはぐんぐん伸びる、うん、あ、ツヤニとアサリとか、あ、ちょっとコスト高いな、これこれは無理か。よし、まあしょうがないな、植えちゃおう。電池パックできます。よし、まあ10本あれば大丈夫ですね。ん？あれ？ここだけ刈り取りできてないの？あれ？そんな中途半端なことしたっけ俺。これは残ってるんだけどね。入れるでしょ。どこれか。これはこっちか。はい。鉱石類はこっちに入れときましょう。金結構でも手に入りましたね。30個。これも入れとこうか。と整理して。ちょっと小麦を植えちゃいましょう。刈り取りが先か。よし。はい。あ、これなんか植えとくとね、次耕す手間が一回省けるので助かりますね。周りはあれでもね、秋でもいけるもんね。で、メロンこれだけ残しとこうか。あとはじゃあ木を買っとこうかな。餌やりしてないね。ん？あ、したか。あれ？アイリルツが元気そう。もう今日はね、寝てますけど、元気そうなんて何よりです。餌あるな。あとどうしよっかな。体力結構あるんで、また木を切っといたらいいかな。集まってきましたね。ちょっとピッケルと斧も早めにもう一段階上げときたいですね。これ切っちゃおうか。落ちるか。あ、落ちちゃう。もったいね。こっちに倒れた。もうやっちまった。
もういい時間ですね、結構ね。よしよし。まあ、こんなもんでいいでしょう。なんか忘れてるような。忘れてないかな、大丈夫かな。ね、夜が更けてきました。入れとこう。飲んでいいね。よし。さあ、寝ましょう。はい。それではね、今日のところはこれで、終わりにしておきます。先ほどね、言いましたけど、次回の放送でまたもう一匹ね、鶏を購入予定ですので、その時、その放送での1個目の方ですね、一番最初にコメントしていただいた方の、名前をね、その家畜に付けさせていただきます。拒否権はありますので、ね、その時言ってくださいね。はい。なので、まあ、次回の放送、多分明日だと思いますけどね、特に問題なければ明日やるので、その時にぜひともね、家畜に名前を付けたい方はね、頑張って早めに来てコメントしていただければ、はい、付けさせていただきますので、よろしくお願いします。そしたら、まあ、今日のところはね、これで終わりにしておきますので、またね、次回続きやっていきますので、よかったら見に来てください。では終わっときますね。お疲れ様でした。目指せ1個目、頑張ってくださいね。お疲れ様です。